岸田総理大臣はきのう、テレビ東京の単独インタビューに応じ、自らが掲げる経済政策、新しい資本主義について、市場のシステムを尊重しているとの考えを示しました市場のシステムを基盤としながら、全部市場や競争に任せるのではなくして、その市場システムの上に立って、さまざまな成長、分配、 国もしっかり役割を果たしていくことが必要になってきているのではないか新しい資本主義を掲げる岸田総理の経済政策をめぐっては当初、金融所得課税の検討などに言及したため市場関係者からは市場を重視していないのではないかとの声が聞かれました。ここうしたこともあり岸田総理は昨日のインタビューで 市場をを尊重すする姿勢を明確にしたものとみられます成長が大事だということについては、アメノミクスと全くそごはないと思っています、成長がないと、結局、分配する原資はあなくなってしまう。 また岸田総理は経済成長を重視する姿勢も改めて打ち出しましたが一方で気候変動問題などに取り組みそれらを経済成長のエンジンに切り替える努力をしていくべきとして自ら掲げる新しい資本主義の独自性も訴えました。